はい、松戸市の皆様、大きな声でお騒がせいたします。日本改革党と申します。日本人の日本人による日本人のための政治ということでですね、毎年この時期になると、NHK 紅白の出場者の決定なんて発表ありますけれども、今年は42組中5組が日本人じゃなくてですね、日本なのになんでかなっていうですね、日韓歌合戦みたいな様相を呈しております。そのうち一組は先月デビューしたての何の実績もない、女の子のグループだそうで、そんな子たちをですね、出すのはですね、日本において地道に一生懸命やってる日本人のグループが頭を越されてですね、かわいそうだと思います。紅白に出てるからこの人はすごい歌手なんだろうな、売れてるし実力もあるんだろうなって皆様思われるかもしれませんけれども、実はそうではありません。紅白の出場歌手は実は制作に渡す賄賂で決まります。ですので、今回は韓国政府直属のバンクという組織があるんですけれども、そちらが韓国の芸能やグループなどを世界中に売り出そうとするプロモーターなわけなんですけれども、そこが一生懸命頑張ったんだな、紅白の制作スタッフにいくら渡したか知りませんけれども頑張ったんだな、5組も出せて、というふうにしか私は思いませんでした。紅白でしか見ないような演歌歌手なんかも、結構おりますよね。あの人らもですね、新しい曲出しても CD が数百枚しか売れないような、そういうような状況になっているそうであります。YouTube なんかにですね、自分の作った歌なんかを歌って投稿している人よりも、聞かれていない、演歌歌手、紅白でしか見ない演歌歌手、なんで毎年出るんだろうこの人は、というような方もですね、もちろん賄賂で決定いたしております。紅白の出場は賄賂で決まります。ですけれども NHK は公共放送といってですね、日頃は公務員ぶっておりますけれども、そういう時になると、いやうちは民間ですからといって収賄罪から逃れております。民間の会社でしたらば、そういう賄賂はリベートであるとか中抜きであるとかでですね、罰せられません。正当な儲けとなります。賄賂を受け取って NHK 制作側が問われるとすれば、まあ税務申告していない贈与税脱税、ぐらいのことだと思います。ですが、まあ現金なんかで賄賂をもらった場合は全然わかりませんよね。NHK 制作側はですね、一体いくら払えば歌手を一人紅白に出してやるよ、公表すべきだと思います。ひょっとしたら何百万では済まないかもしれません。何千万、払うと歌手を一人紅白に出してあげますよ、いうようなことを公表すべきだと思います。オークション形式にしてもいいんではないでしょうか。今年は42枠で高値をつけた人から、出場できる、決まるというのをやったらどうなんだと思いますけれども、ただこのことをですね、知らない人が多い。 NHK 紅白歌合戦の出場者は賄賂で決まる、このことを知らない人結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ実力じゃなくて賄賂で決めていれば番組の質は落ちますよね。
それをやろうが何をしようがですね、受信料は変わらない。いくら視聴率が落ちても受信料は変わらない。これが NHK であります。日頃は公共放送であると威張って、公務員ずらしてますけれども、実は民間で、そういう時だけ収賄罪に問われない。これが NHK の正体であります。都合よくですね、公務員と民間を使い分けてるんですよ。 NHK 職員の平均年収いくらかご存知でしょうか。年間平均で1800万円もらっております。これは公務員では不可能な額であります。ですので NHK は死に物狂いで国営化という話を拒否し続けております。もし国営放送になってしまったら、自分たちも公務員になってしまって、今のような年間ご検討をお願いします。今のですね、1800万円という年俸が不可能になるからであります。ですので NHK は必死で必死で国営化という話に抵抗いたします。ある時は民間、ある時は公共放送だなんつって公務員ぶってる、それが NHK の正体であります。それとですね、公務員でしたらばものすごい叩かれるような、例えば痴漢であるとか暴行であるとか、こういうことをしてもですね、うちは民間だからということで NHK はあまり叩かれません。ひどい場合には名前すら報道されずにそれで済んでしまいます。民放各社もですね、 NHK とは協力体制にありまして、 NHK の不祥事をなるべくなるべく報道しない、こういうことで一致しております。 NHK 関係者の犯罪率を皆さんご存知でしょうか。一般企業の50倍です。 NHK 関係者の職員の犯罪検挙率は一般企業の50倍であります。これはですね、10年間で、NHK 毎年10人ぐらい逮捕されてるんですね、 NHK 職員が。これがですね、10年間ってなると、50人じゃないですか。一般の企業ですと10年間で1人逮捕者が出るか出ないか、そういう数字をもとに算出された率であります。 NHK の犯罪率は一般企業の50倍、 NHK の犯罪率は一般企業の50倍。どうしてこんな悪い悪い組織が存続できるのか。それはもちろんテレビが一丸となってかばって、ニュースにしないように、ニュースにしないようにして隠蔽するからなんですよ。他の企業の不祥事を叩くのが大好きな大好きな民放のワイドショーなんかもですね、こと NHK の不祥事になると一切叩きません。 NHK と民放はライバルというよりも親分子分の関係が、もう固まっておりまして、 NHK に逆らう民放はありません。その証拠にですね、今まで渋谷や池袋で、NHK スクランブル、デモを都合3回、開催しておりますけれども、 NHK はおろか民放テレビ局どこも取材に行きません。新聞もそうであります。テレビ新聞は NHK スクランブルデモ、こちらは NHK にとっても都合の悪いことなんですけれども、それを一切報道いたしません。絶対と言ってもいいと思います。ライバルというよりも仲間、親分子分のテレビ新聞 NHK に都合の悪いことは絶対報道いたしません。ですので NHK 紅白の出場歌手は賄賂で決まる、というようなことも絶対言いませんよね。出なければ先月デビューしたような
あ、日本人でもないグループが出れるわけないんですよ。そのことからも明白ではないでしょうか。大丈夫。NHK スクランブルっていうのはですね、お金を払わないと砂嵐になるというですね、ワウワウさんがやってるような携帯の、ものなんですけれども、 NHK は実はデジタル放送になっておりますんで、実は明日からでもスクランブル放送にできるんですね、ですけれども NHK は頑なにそれを拒否し続けております。なぜかと言いますと、スクランブル放送にすると現在の契約数が半分以下に減るという調査結果が出ているからであります。どうやって調査したんでしょうね。スクランブルにしたら契約してくれますか、それとも解約ですか、聞いて回ったんだと思いますけれども、どんな組織でも売り上げが半分以下になってダメージを受けない無傷でいられる組織などありません。ですんで NHK スクランブルというのは NHK 崩壊を意味いたします。スクランブルにすると何がいいか、と言いますと、不公平がなくなるんですね。それも一つや二つの不公平ではありません。例えばお忙しくて週に10分ぐらいしか NHK 見れない人も、暇で朝から晩まで NHK を見る人も料金一緒って不公平じゃないですか。携帯でも何でも使った分だけお金取られるのが当たり前の世の中じゃないでしょうか。ガソリンだってそうであります。走ったら走っただけお金が取られる、お金かかる、こんなのは当たり前であります。その視聴時間のですね、不公平、料金一緒、これがまず一つの不公平であります。もう一つ、お金払わなくても契約しなくても見ることは見れるという不公平、これはですね、真面目に払っている人にとっては非常に不公平なことであります。真面目に払っている人のお金で作った映像を払っていない人が見れちゃう、これ不公平ですよね。スクランブル放送にすればそれは完全に解決されます。払ってなければ見れないんですから。それとですね、視聴時間の問題も解決いたします。週に10分しか忙しくて NHK 見れないけれども俺は納得してお金払う、これでいいじゃありませんか。もう一つはですね、日本人から徴収した受信料で作った映像を外国人には無料で見してるっていう不公平があります。NHK ワールドという番組あるんですけれども、こちらはですね、外国に無料で、サービスされております。あとですね、プサンあたりでは NHK 放送普通に見れるそうなんですよ。ですんで、釜山の漁師は NHK の天気予報を見て漁に出る、こんなことをやっております。というのはですね、韓国の気象庁に当たるところの予報がもう当たらなくて当たらなくて、そこの予報を信じて漁に出たら命に関わるからであります。韓国の漁師さん、NHK 放送を大層当てにしております。ですが日本人からしか買い取りませんよね、 NHK は。これも非常な不公平だと思います。スクランブル放送にしてですね、お金払わない人は見れないことにすれば、これ公平じゃないですか。で、うちは寮に出なくちゃいけないから、なんでかって NHK 見れなくちゃっていうですね、韓国の釜山あたりの漁師さんは金払えばいいじゃないですか。それでこそ公平というものであります。日本改革党では漫画やアニメ、ゲームなどの二次元、要するに絵ですね、絵の表現規制に反対しております。それはなぜかと言いますと、
日本の成長産業だからであります。去年の日本のアニメの輸出額関連商品含め 2.7 兆円になりました。どん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 成長しておりまして、この分野8年後の2030年には8兆円になるというようなことが予測されております。でですね、日本国内でそういうのを表現規制しよう、潰そう、思っている勢力がおるんですけれども、こちらははっきり言って中国と韓国の手先であります。自分の国を良くするためにはどうするかと言いますと、自分の国で頑張るという方法とですね、近所の国の足を引っ張るという方法があります。日本のアニメや漫画がどん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 成長してですね、日本のイメージにアップになる、日本の国力が増すことは妨害したいですよね。それとですね、日本の自転車、ごめんなさいね、飛ばしますね。大丈夫かな、ごめんなさい、映んないようにしますからね。日本のですね、成長産業のアニメと漫画の足を引っ張りたい、日本がイメージアップされては困る、日本の国力が増すと困る、こういうですね、中国と韓国の手先が日本国内でアニメを規制しようと一生懸命動いておりますけれども、理由がありまして、賃金の安い韓国や中国に日本のアニメ会社が塗りを下請けに出しておりまして、あいつらですね、自分らにも日本みたいなアニメ作れるって勘違いしちゃったんですね。で、日本のアニメを潰しさえすれば市場をまるまる乗っ取れると、こんなことを考えておりまして、日本のアニメや漫画を潰そう、こういう動きに、手先を使って暗躍しております。漫画やアニメを規制しようっていう連中の顔を見ればわかるじゃないですか。どいつもこいつもスパイばかりであります。この人が反対してんのか、推進してんのか、規制を、いうことでろくでもないな、っていうことが分かる仕組みになっております。日本の議員の中にはですね、こんなことも知らずにですね、なんかいい人ぶって規制しなきゃねなんていう人もいるかもしれません、何も知らずに。私は豊島区議会議員をやっておりましたが、議員という人種のいい格好をしたい、いい人ぶりたいという欲求にはそれはそれは凄まじいものがございます。職員の方がものが分かっておりまして、なんか偉そうにドヤ顔して演説ぶってる議員を苦笑しながら見守ると、これが区議会や市議会の真の姿でありました。私はやりすぎて共産党をぶったたきすぎて懲罰委員会にかけられましたけれども、ありがとうございます、ご検討お願いします、頑張ってください。ありがとうございます。末松広人、というわけで、日本人のための政党日本改革党は日本の国力アップ、増大、イメージアップに大変役に立っている漫画やアニメ、世界中に輸出している目玉商品漫画やアニメの規制に大反対であります。一切反対いたします。そういう連中を見たら、あ、スパイだ、中国と韓国の手先である、このように考えてもらってもほぼ間違いありません。もしくは何も知らずに騙されていい人ぶってるバカであります。
警官がコンビニにお弁当買いに行っても文句を言うやつがおります。そういう人らはですね、警官を目の敵にしている何か後ろめたい人、そう思って間違いありません。それと防犯カメラをつけましょうなんて言うと、これにも反対する連中がおります。でその連中の、呼び方、防犯カメラを監視カメラと呼びますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。監視カメラと呼びますので、一発で分かります。彼らにとって防犯カメラは敵なのであります。なぜなら後ろめたいからであります。これからですね、何か悪いことをする気満々だからであります。そういう人種をですね、見破ってもらいたい。こいつは日本と日本人に対して悪意のあるやつだ。見破ってもらいたいものであります。